ある日、トランクスの前にトランクスが現れた。お兄ちゃん誰？俺はお前だ。久しぶりにこの時代に来たついでに、どれくらい俺が成長したか見に来たんだ。なんだかよくわかんないけど、俺と戦いたいんだね。別にいいけど、俺強いよ。ビビんないでよね。ゴハンさんがセルを倒してくれたおかげで世界は平和になった。だが、その平和が俺をこんな生意気な子供に。言っとくけど、手加減はしないよ。いい？いいってよ。来い。俺がお前に、俺自身に喝を入れてやる。修行しなくちゃな。俺自身に負けないように。生意気だがたくましく成長していた幼きトランクス、その姿に刺激され、さらなる高みを目指してトランクスは未来へと帰っていった。それにしても、あのお兄ちゃん誰だったのかな。顔はまあまあだけど、目つきが悪かったな。